どうもリアです。今日ご紹介するのは塚本無線さんの見張り版プロというトレイルカメラですね。トレイルカメラはスマホでどこからでも映ってる画像が見えるカメラなんですけれども、まあ、防犯カメラですを、まあ、ご紹介していきたいと思います、はい、で本体がこんな感じになっています。ちなみにこの見張り版プロなんですけれども、塚本無線さんの防犯カメラ3兄弟の次男でして、長男が鉄兜プロって言うんですけれども、こちら URL 貼っておくので、以前ですね動画で紹介しているものになります。でその次男になります。ちなみに三男が、翔太郎プロっていうやつで、これからこちらは動画を撮っていくので楽しみにしていてください。それでは外観を見ていきたいと思います。まず正面なんですけれども、こちらスピーカーがついていて、カメラ、そしてセンサーがついていて、ライトですねになっています。横がこんな感じですね。で後ろが三つ穴でビスで止まるようになっています。でこちらがですね、こんな感じで角度が変えられるので、まあ、どういった角度でもつけることができます。はい、で上面なんですけれども、こちら穴がついてるんですけれども、以前紹介したテスカブトプロだったりカメソーラーというモデルは、ソーラーパネルが搭載されているモデルだったんですけれども、今回ご紹介している見張り版プロはですね、ソーラーパネルがもともとついてないモデルですので、こちらの穴に別売りで売られているソーラーパネルをつけていただくというふうなことができるための穴ですね。はい、で付属品の紹介なんですけれども、マイクロ USB の充電ケーブルとアダプターですねがついています。で今回のこの見張り版プロなんですけれども、基本的にはこういった、まあ、有線で使っていただくものなんですけれども、こちらの天面にですね別売りのソーラーパネルをつけていただいて、昼間に充電した電気を夜間に使うこともできますし、充電切れの心配なく使いたい方はこういった有線でつないで使っていただくこともできます、はい、で付属品がこういったビスと石膏ボードなんかにも止められるボードアンカーがついています。それではアプリと接続していってみましょう。使うアプリは WTW Pro というアプリで、 iPhone でも Android でもいけるアプリになります。はい、じゃあアプリの説明なんですけれども、こちらがメインの画面になっておりまして、検知機能の設定のところなんですけれども、結構細かく設定することができまして、夜間だけに警灯、サイレン、駆逐灯を駆動させることができたり、昼間もセンサーが何かアクションを検知した時にサイレンを鳴らしたりすることができます。で、こちらのイベント記録なんですけれども、センサーが何かアクション、誰かが入ってきたりっていうのをアクションを検知した時に勝手に録画をスタートさせることができて、でその録画した記録だったりとかが、まあ、ここに入ってくるというふうなところになります。で、デバイスの状態なんですけれども、まあ先ほど有線でつなぐこともソーラーパネルで使うこともまあできるというふうな説明をしたんですけれども、こちらでバッテリーの状況を確認することができます。本体にマイクロ SD カードを挿入して録画した動画のデータを保存することができるんですけれども、 SD カードのメモリのスペースが確認できたりします。で、こちらが Wi-Fi でスマホと連携することができるんですけれども、ここで Wi-Fi の状況も確認することができます。はい、でこちらの共有デバイスを押してあげるとユーザー管理に飛ぶんですけれども、今こちら管理者が1人になってるんですけれども、家族でいろんなスマホからこちらの画面を確認することもできます。で条件モードなんですけれども、アクションが起きた時にスマホに通知を送ることができるんですね。でそのスマホの通知を電話で受け取るか、スマホの通知欄で受け取るかが設定できたり、来訪した時の着信音を設定できたりします。それでは実際に設置してどんな映像が撮れるのか、そしてスピーカーの具合がどんな感じなのかっていうのを見ていきたいと思います。はい、でこちらが今視聴時の画面ですね。こんな感じで結構精細に見えるんじゃないでしょうか。こちらのサイレンみたいなボタンを押してあげると3つ出てきて、っていうサイレンを鳴らすことができます。でこちらの電灯マークを押すと、はい、今ライトがつきましたね、はい、っていう感じができます。で、ここが画質を切り替えることができるボタンになります。で、こちらのボタンなんですけれども、
こちらをオンにしてあーあー喋りかけると、こちらのスマートフォンに出力した声が防犯カメラから出るようになります。で、こちらのボタンがスマホから録画を開始することができるボタンになってます。で、もう一回押してあげると停止です。でスマホに、録画した動画を保存することができます。で、これカメラは画像で保存することができます。それでは実際に設置して、どんな映像が撮れるのか、そして、スピーカーの具合がどんな感じなのかっていうのを見ていきたいと思います。はい、じゃあ今、外に設置してある防犯カメラとつないでいる状態です。こちらから喋りかけた、音声が外の防犯カメラから出るようになっています。聞こえますか？聞こえてます。はい、こっちは聞こえてますか？聞こえております。はい、これやっぱ音声が先に出て画像がディレイしてきますね。こういうものですか？うん、そういうものです。はい、いかがでしたでしょうか。今回は塚本無線さんの見張り版プロのご紹介でした。詳細は概要欄に記載しておくので、ぜひご興味ある方は見てみてください。はい、こちらのチャンネルでは最新の楽しいガジェット、面白いガジェットをご紹介していくチャンネルになっております。よろしければ、チャンネル登録よろしくお願いします。そしてですね、最近メンバー登録というのを始めました。メンバーになった特典としては、オフ会に参加いただいたり、河合さんにガジェットの質問ができたり、リアやぐんちゃんなどのタロンメンバーと交流できたりなど、いろいろ特典を考えています。今考えているのは、オフ会でバーベキューとかあったかくなってきたらやりたいですねなんでぜひぜひチャンネルメンバーに登録してみてください。メンバーみんなの SNS も概要欄に記載してあるので、ぜひ飛んでフォローよろしくお願いいたします。このチャンネル以外にも、このチャンネルのサブチャンネル、ガジェットサロン Vlog というのと、リアの個人チャンネルもやっておりますので、よろしければそちらも概要欄から飛んでみてください。はい、ちなみにですね、サブチャンの Vlog なんですけれども、この収録の前にめちゃくちゃ長回しで私と河合さんで喋ってます。で、そんなちょっとグダグダかつですね、河合さんのなんか哲学みたいなのとかも聞けるので、よろしければ、Vlog の方もチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。こちらがメイン画面なんですけれども、視聴時の、実画面を押してみたいと思います。よきな防犯カメラ3兄弟の、長男、あ、違う付属品なんですけれども、こちらの、ちょっと待って、消えちゃったわ、カンペが、はい、で、付属品なんですけれども、こちらのマイクロ USB のアダプターですね、はい、こちらで基本的には有線で使っていただく商品になります。で、アダプターとこちらがですね、わかんなくなっちゃったバッテリーじゃないや、アダプターで、あ、そうだったケーブルやあ、違った。で、スマホで、スマホでまたやったはい、で、ガジェットサロンではこういった、ガジェットサロンではこういった最新のガジェットなんで私これいつも喋れねえんだろうやばたんじゃない？あとは、あ、そうだ、あとメンバーメンバーみんなの SN メンバーみんなの SN なんでこんなかもだろう、メンバーみんなの SNS も概要欄に記載してあるので、あれだわ、これ見すぎなんだな。メンバーみんなの SNS も概要欄に記載してあるので、ぜひ飛んでフォローよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。